えー、ショックです。うん。独身の羽生君の演技だから応援をしていました。うん。確かに、羽生さんの決断は、えー、世界中でトレンド1位になるほど注目されることは分かります。しかし、羽生さんのためにも、奥様のためにも、優しく、えー、見守りましょう。私も、えー、眠れない夜が続いています。 羽生さんが選んだお方です。素敵な女性でしょう。私はたくさん羽生さんから幸せをいただき、豊かな人生を送っています。羽生さんは、世界一幸せにならねばならない人です。私たちファンも勇気を持って心からおめでとうと言いませんかうん。羽生さんに幸せをお返ししましょう。 あとめよこさんどうもです。カぶ君こんにちは、えー。絶対な人気の羽生結弦選手ですから、いろんな意見があると思いますが、えー、皆さんは羽生結弦選手じゃなくて、独身の羽生結弦選手を好きだったのでしょうか 私は結婚してるんで、まだ若くて、結婚をしたい方の気持ちはわからないですが、誰かがコメントをしていますが、羽生結弦選手も人間です。普通だったら結婚します。28歳は早くないです。皆さんが大好きな羽生結弦選手が決めたことです。素直に結婚おめでとうと言ってあげましょう。私は大好きな羽生ー選手が決めた相手だったら、どんな方でもいいですよ。羽生結弦選手が決めた相手ですもん。 これより、これからの、あの、羽生結弦選手の、明日より、これからの羽生結弦選手のえ活躍スケート楽しみましょうよ。うん。え長文あ、長文、勝手な意見、失礼しました。うん。えっと、ただあの、これですね。え、独身の羽生結弦選手が好きだったんでしょうか。うん。これについてはどうねあの、これは、やっぱそういうことなんでしょうかね。うん。 どういう気持ちで羽生選手を見ていたのかということでしょうかね。うん。確かに28歳は早くない。うん。まあ一般的には、まあ、そんなに早すぎるってわけではないですよね。うん。と思います。えカ、ー、ブさんこんにちは。アーネです。よろしくお願いいたします。ちょっといかない話ですが。 人の夫ということで魅力、増す魅力もあるのでは、えー、そられると言いますか、失礼しました。今回のことは言い方は悪いかもしれないけれど、えー、増えすぎたファンが震えにかけられるきっかけになったのかもしれないですね。えー、離れちゃうファンもいるでしょうし、えー、そもそもゆるいファンだったら、じゃあもういいやとなる、えー、人もいるでしょう。うん。えー、それでもついていくファンが残る。えー、今日から仙台七夕祭りが始まりました。えー、昨夜の前夜祭の花火大会はなんだか、なんだか 羽生さんを祝福しているような、えー、勝に勝手に感じました。水耕伝ではあの、えー、アホファントムの,あの衣装モチーフの吹き,出し吹き流しも、えー、飾られており、えー、朝市で見てきました。うんえー、私も、あの羽生結弦に一生ついていくと東京ドームで決めた一人なので、えー、これからも変わらず応援しますよ、うん。多分多少のショックを受けてますけどね、でも大丈夫。うん なるほど逆に人の旦那さん人のえっ、ー、と旦那さんだから魅力が増すっていうのはなんかこれはなんかそういうのなんかね一般的にあったりしますよねうん。まあ考え方によってはっていうことでしょうかねうん。 えギフトの後半にメッセージがあった気がします。いつか終わる夢、そしてまた新たな始まる夢、えそれにしても皆さん、心中お察しいたしますよ。よくわかります。少し時間がかかりますよね。え今後の演技に影響が出ないことを祈ります。ね、うん、あのー、これはその時のメッセージも、なんかそれが含まれてたんでしょうかね。うん えー、ゆめさんどうもです。カブ君こんにちは。ハリゅさん、きっと今回のことは多少の推しが減っても仕方ないと思っての発表だったと思います。今までファンオンリーだったような気がします。でも本当に守りたい人、本当に一生を共にしたい人を大切にしたいという思いが強くなったのかなと。その面、反面、推しの皆さんのことも大切だと思っています。 今までと変わらない思いです。と、私はさっき、羽生さんのご両親の立場になって考えてみました。いくら世界の羽生さんといえども、やっぱり結婚はしてほしいと、人並みに幸せになってほしいと思いますね。私も子供の幸せだけを願っています。私の想像ですが、きっとご両親やお相手の方と何回も何回も話し合いをしていたのでは、あしていたのでは うん、その結果、発表という形になったんではないでしょうか。羽生さんにとって苦渋の判断。そう思うと、この人はやっぱり賢い人なんだな、ですね。それぞれの立場を考えてくれる。名前もどんな人なのか明かさず、それが私たち推しへの誠意。誰って調べる人や、調べるマスコミも出てくると思いますが、羽生さんのことです。絶対に明かされることはないでしょうね。うん えー、プーささんんんよろししくお願いしますカブさんこんにちは私は長年応援をしてきたのは羽生さんのスケートにかける全てや人間の生き様なんで、えー、入籍発表に全然動揺がないわけではないですが、えー、皆さんと違う視点で心配です。うん、それは家族が増えることはいいことですが比例して心配事も増えるということだから。 うんまあ、羽生くんのことだから、周りには出さないと思いますが、えー、でもこれだけは言いたいです。私は一生ファンです。うん、あのそれはやっぱ羽生くんにとってもすごく嬉しいことだと思いますよ、うんえー。それでもついてきてくれるっていう人は本当に、ね、羽生さんは嬉しいと思うので。うん テラ、えー、さん、よろしくお願いします。レモンミカンさんのコメントを見ました。羽生選手が入籍して、どうして私は寂しいのかを考えました。やっぱり恋をしているからだと思います。私には大切な主人がいます。けれど、主人に対する愛情は、出会った時に頃に比べてえ、ドキドキしたり、切なくなったりするような気持ちはなくなりましたえ。主人も同じように感じていると思います。でも、羽生選手のことを思うと、ドキドキしたり、胸がキュンと痛んだりするんです。理屈ではなく、そうなってしまいます。 だけど私は、えー、羽生選手に愛されたい、えー、独占したいと思っていたわけじゃないです。えー、例えば、ずっと好きだったアゴアの先輩がいたとして、突、え、然、ー、結婚をしたということを知り、ショックを受けているという感覚に近いでしょうか。うん。思いを伝えたこともないし、えー、先輩は私の存在さえ知らないのに、えー、遠くから見ている、見つめるだけの片思いをして失恋。えー、そんな感覚に似ているのではないでしょうか。 うん、あ似てるのでしょうか。私は妊娠をしたので、えー、彼が、あの、こ、えー、れこれ、11年間とからですね、ドキドキしながら見つめ続けて、あの好きという思いを応援という形で、えー、送り続けてきたんで、えー、期間が長い分、えー、ダメージもありました。羽生選手、結婚おめでとうございますと全然言えます。えー、結婚に不満や反対,というわけ反対ということじゃないです、えー。本当に幸せになってほしいです。 私は勝手に片思いしているというだけです。で、コメントで何度も気持ちが落ち込む様子を書いたので、不快な思いをさせてしまいました。え、その感じた方々、本当にすいません。私は大丈夫です。でも恋する気持ちは変わらないです。え、これからもキャーキャー言いながら羽生選手を応援します。え、レモンミカンさん、お許しください。うん。はい、ということですね。うん。 古カラカラさんよろしくお願いします。こんにちは。羽生さんほどではありませんが、小田さんや村さんの時もこんな感じ。えこの二人は妊娠が先だったことと、小田さんがワールド,ールドを自爆してフリーに進めなかったこと。うん、え村さんと真央さんがえ大学のえ同級生で仲良しだったこともあって大炎上。お二人ともえ奥様方が妊娠中でデリケートな時期などの大炎上でした。うん、そして、ちゃんと有能までした小塚さんまで炎上という感じでしたね。 小田さんの赤ちゃんがマジ天使で、小田さんの炎上はそこで終わりました。えー、そこからは、スポンサーのいない小田さんを心配して、赤ちゃんの服やおむつなどを投げ込む人が続出、えー。村さんも生まれたら炎上はやりました。うん。落ち着いたらみんな戻ってきます。大丈夫。みんな彼のスケートが好きなんですよ。赤ちゃんができたら炎上やめる。あー、っていう感じなんですかね。なるほど。うん。 確かにそうかもしれません。でも、小田さんとか小塚さんとか、炎上あったんですね、うん。なるほど。うん。ゆずみずみんぐさんどうもです。Twitter を見てたら、推しを、えー、降りいただけではなくて、えー、グッズを捨てたい人もいるみたいですが、信じられません。 えーショックですね、これは。羽生君だって恋愛もするし、結婚もする。えー、今回の発表で羽生君も私たちと同じ人間,人間だって分かったはず。えー、羽生君はもともと結婚願望があるっていう話だったから、遅かれ早かれいずれは来る話でしたよ。えー、そもそも芸能人でもアイドルでもないアスリートなんだから、本当は広告する必要もないんですよね。えー、報告文も、えー、入籍のことは一文しか書かれてなくて、えー、それ以外は全部スケートの話でした。なので、えー、これも今まで通り、 変わらず応援をししてほいいいととうメッセージの表れだと思います、うん、なので、これからも彼のスケートをたくさん見たいと思うし、ファンとして温かく見守っていきたいです。お相手の方や交際期間、え何始めなど、一切書かれてないのはですね、羽生君自身やお相手の方を守るためだけではなくて、ファンを傷つけないためのこれ以上ない、えー、うん。 完璧な報告だと思います。えー、そもそも、羽生君は、私たちの親戚でも、えー、友達、知り合いでも何でもない、えー、彼の演技や人柄に惹かれて、勝手に応援をさせてもらっている、ただのファンです。えー、今回、押しの押しを降りた人も、もう一度彼の演技を見たら、絶対に戻りたくなるし、思うし、グッズを捨てた人も、一時的な感情で、えー、そうしてしまったことを絶対に後悔すると思いますよ。びっくりですね。そんなこともするんですね。えー、でも、これは本当に、 どういうことなんだっていうことなんですよね。羽生くんが他の人を恋してほしくなかったっていうことなんでしょうかね。うん。でもね、そういう人はちょっと最初からね、ファンなのってやっぱきついですよね。 あの、だって必ずね、結婚もするし、あまあ、結構がまあ恋愛もするかもしれないし、うん。あの、ちょっとこれはひどいなって思いましたね。グッズしてるのはちょっとひどいなっていう。まあ、あの、ね、本当に嫌でこっそりしてるんだったら、まあ仕方ないとは思うんですけど、ただそういったことを、まあ、ツイッターで書いたりしてる人いるんですね。これ、羽生くん見たらめっちゃ傷つくと思うんですよね。うん。あの、僕もちょっとこれはショックでしたね、今見て。うん。そういう書いたりするんですね。 mm ちょっとびっくりしました。え、かぶくんはじめまして、え、生君くんのことだからプライベートのことはこれっきりにして、え、今後はスケート道をまっしぐらに歩まれるんじゃないでしょうか。今までも、え、ご家庭のことは自分の方からは滅多に話題にしなかったし、え、これからもパートナーの話は NG にされるんじゃないでしょうか。うん。え、その部分はミステリアスなままの方が羽生優らしいでしょう。え、私は羽生君くんのプライベートを知しりいとは思いません。え、そういうファンの方が多いのではないでしょうか。 うん。あの、まあ、そうですよね。うん。まあ、羽生くんのね、スケートがやっぱりね、好きなわけなんで、まあ、羽生くん側の、スケートが好きなんだけど、そこから入り込んで、いろいろこうね、大物ということもありますからね、どういう生活をしてるのかっていうことで、まあ、逆に、まあ、気になる人もいるとは思うんですけどね。まあ、いろいろあると思いますよ。うん。 えー、プーさん、よろしくお願いします。株ブ連投ですいません。えー、今日も暑いです、えー。昨日、家の死はですね、全国一位の暑さで41.7度でした。すごい、40度をついに超えたんですね、えー。それで一人暮らしの母に提話をしたら、水分をこまめに飲んでいるとのこと、えー。そして、あなた、大丈夫、羽生くん結婚でと。私の子供は1993年生まれの長女と1995年生まれの長男がいるので、ですが、娘は結婚が早くて、私には10歳になる孫がいるので、 います母いわく、羽生君のおばあちゃんやおじいちゃんは嬉しいだろうと言っていて、何年、えー あと何年生きれるか分かんないけれど、私の長男のえお嫁さん見てみたいと言っていましたえ。考えたら私も可愛い孫は結婚するのは見たいと思います。え羽生君はえ誰よりも家庭、家族思いの人だと思います。推測にすぎませんが、羽生君のきっとおじいちゃんやおばあちゃんにえお嫁さんをえ見せてあげたかったんじゃないかなって。うん。偉大すぎてスーパースターだけど、羽生君も羽生家では普通の家族なんですもんね。うん。 はいといととうことでなおなみさまよろしくお願いします。かぶくんこんにちは。私の体調不良、鼻、えー、炎症もすっかり良くなり、今は、えー、正常で家事も通常運転です。えー、実家に泊まりおおそおか お祖母ちゃんのおばあちゃんの相手をして、お昼すぐに婚活して、さっき帰宅した嵐の長女は、食卓に夕飯が並んでいるのを見て、お母さん大丈夫だね、一回せのもんやから、うんうんと目から上目か、上から目線ですが、一応は気にかけていた様子。 どんなスーパーサだって、プライベートは普通の生身の人間ですから、でも、熱病みたいな夢をですね、一時的に見ることは否定しません。そう気持ちになる自分自身も肯定し、自分を抱きしめることは大事です。現実世界、羽生結弦さんが見せる愛称など、エンターテインメントな世界観は、夢の世界と少しずつ理解していくもんですもんね。今日、たまたま京都に住むおじさん夫婦が、15時前に訪ねてきて、これからおばさんの実家のに、お墓ま 周りでピコネに行くか,行くか少し寄ったと10分弱玄関先でおしゃべりして菓子よりもいただき帰っていきました。えー、京都の朝は半端なく大変でおじさんも今月末80歳になるから、えー、体が気づく持病のぜ息あるからと、えー、週1回医師が診察に来るとか、えー、訪問診療おじさんたち夫婦と、えー、少しだけおしゃべりをしてすっかり気持ちは穏やかになり、えー、むしろほっとした気分はすっきりしましたよ。 うん、カブくんも体調のこと心配をしてくれてありがとうございます。もう大丈夫ですからね。カブくんも今晩はゆっくり寝てくださいね。いつもありがとうございます。安心ですね。うん。なんか、な,な,なんかね、あの、なんか、なんとかな、ちょっと、あの、悲しいオーラ、寂しいオーラっていうのはね、あの、海を越えてベルギーに来てるっぽいんですよね。いろいろと。それがあってか、最近僕も眠れてないんですよ。うん。あの、僕は別に羽生くんの結婚についてはすごく、まあ、嬉しいっていうか、お祝い。 って、おんでとっていう気持ちが多いだけなんですけども、結構コメントの、まあ、コメントというか、なんかね、そういったオーラーがね、なんか来てるんですよ。うん。それもあって、なんか最近ちょっとあんまり良くないですね。うん。でもなんか、あのだんだん良くなってきてるんでしょうかね。うん。 ヨウ、えー、さんよろしくお願いします歌舞伎連日の、えー、読み上げあのお疲れ様です私も孫が帰りやっと入籍発表からのコメントを読み終わりました、えー、去年のシェアプラ後のインタビューでメディアに出ているハニーズルじゃないことを すごくないか所にしがちなんですよね。自分が、だから、それをまた大切にしていけたらいいなとありました。スポーツ報スの記事より、世界中からお祝いのコメントが掲載されていました。マリニン君やルナヘンちゃん、キヒラさんなどなど。でも一番インパクトがあったのはサンドイッチマンさんですね。 なるほど。うん。孫たちが帰ったら、ロスに入るかと思っていたが、風呂カラオケでザードを歌い、ギフトをのんびり見て、やっぱりゆずくんしかいない。ゆずくんしか勝たんと改めて思いました。えー、喪失感や辛さは人それぞれで当たり前です。凶、え、器、ー、しか見なかった私は、去年、新しい羽生ゆ,ゆずると出会い、新しい羽生ゆずるを大好きになった。ただそれだけ。 うん、新しい羽生譲れはとてつも、とてつもなく、とてつもない魅力の持ち主だった。もっと知りたい。もっと近くで会いたいと思った。残りの人生悔いなきように、もっと応援をしようと決めたわ。ゆずくんが輝くために必要な出来事ならば、すべてを受け入れて応援するね。何言ってんだわかんないね。それでいいんだセバネーということですね。うん、えー よろしくお願いいたします。あの、入籍発表の後、ファンを辞めそう、または辞めた人たちがちらほらいるのを見かけてしまいました。うん。えー、カブ君の時間が必要という言葉は、ファンを辞めそうな人たちにとっても、えー、とても心にし,あしあ、とてもしみれると思います。羽生さんは、ここからが勝負ですね。うん。あの、そう思いますよ。羽生さんも、ファンの方も、ここからが勝負になってくると思うんですよ。まあ、でもちょっと今やっぱり時間が必要なんで、そういった時期なんじゃないかなってすごく思うんですよね。うん。 えー、寺田さん、かぶ君こんばんは。食料を羽生譲るがトレンドになっています。食料を羽生譲るですか。か羽生選手も食料を羽生譲るに注目してもらいたいと思っていますよね。うんだから、入籍に関しては手短に報告のみでスケートに対する思いファンへの思いはしっかりと書かれていると思います。うん、食料を羽生譲れば新しいことを貪力に吸収し、さらに技術を表現力に磨きをかけて、今まで以上に私たちを魅了してくれると信じています。うん、やっぱ。 スケートをやっぱ皆さんお届けしてるんで、まあ、プライベートを届けるっていうわけじゃないんですよね。うん、なので、まあ、これからもステーキなスケートを見せてくれると思うんですよ。それを僕は楽しみにしてます。うん ハニープーさん、よろしくお願いします。あんなに生活はベールに詰まってたんですからえ、隠し通すこともできたはず。でも、それを発表したのは、羽生選手の精一杯の全方向への優しさですね。うん。えできるだけ嘘はつけないようにです。え羽生ゆずるとして全て背負っていくという覚悟を決めたんです。かっこいい、え最高の人え。私はこの決断を後悔させたくはありません。奥様一人では出てないことがあります。えそれは、スケーター羽生ゆずるを幸せにしてあげること。えこれは、ファンである私 私たちにしかできないことです。私は完全うぞまであとちょっとのところまで来ました。今、元気70%っていうところです。食欲も出てきて、えー、ご飯も美味しい。もうちょっと頑張ります。ああ、よかったですね。あの、うん、なんかご飯も食べれなかったっていう話があったんで、あの、少し食べれるなって、ね、そこがちょっとよかったなと思うんですけどね。うん。 えー、そして、ハニープーさんも言ったです。面、えー、宿の名宿のコメント欄に思いを綴ってきました。えー、そして、最後に羽生選手への愛を、えー、叫んでまいりました。あーすっきり。今、羽生選手のへの応援の声を届けようと、ップコメント欄は愛あるコメントでいっぱいですということですね。なるほど。うん。 ノエル・タジナさん、よろしくお願いします。カム君、こんばんは。ギフト・ユズル君が頑張った、よく頑張ったと号泣しているのを見て、頑張ったねと優しく抱いてくれる人がいればいいのにと、個人的には思ってたんで、その時にはもうそんな人がいてくれたのなら、ユズル君は幸せだったんだろうと思うんです。私も年が、え年がいもなく、ユズル君に乙,乙女してしまっていた時もありましたけれど、私にとっては尊い美麗な存在として変わらずにいます。 結婚によって現実に引き戻されてしまい、ショックな人たちの気持ちも分かります。でも、みんな、いずるくんのスケートが好きだったのではないですか相性を見たら、辛くなるとカブ君がいたときに、私が思っても見なかったことだったんで、ハッとしました。いずるくんが結婚したことによって、これからの演技を見ることができたなんて、私にはもったいなく感じてしまうんですけどね。今回のことでファンを辞めるなんて、いずるくんのスケートが好きじゃなかったのかなって思ってしまいました。神秘的な、神秘的な部分、 は確かに今までよりも薄れるかもしれませんが、ユズル君はカリスマ性なる唯一分離のフィギュアスケーターであり、アーティストだということは変わりはありません。離れるなんて幸せや希望を手放すことにならないでしょうか。とても変なことを言っていいですかユズル君のファンが減ったとしたら、チケットの外線が少し緩和されて手に入りやすくなるかもしれないんで、これからも応援をしていくファンにとってありがたいことになるかもしれません。うん で、他の方もコメントをされてましたけど、きついことを言ってしまうと、姉さんや宇野昌磨選手がどうであれ、えー、いずるくは別格なんで、えー、焦るなんてあり得ません。追いつくことができない存在なんですから、いずル君以外の、えー、推しの選手のファンの皆さんにとって、えー、現実を見るのは辛いことかもしれませんが、えー、いずる君インの相性以外は、えー、集客がうまくいっていません。えー、来季は相性が減るかもしれないと言われているのが現状です。えー、そうでなくても日本は相性がとても多い ですそのために集客がばらけてしまっているんじゃないかと推察している人もいます。ファンタジオ・アイスも創世紀のあのスケーターが高齢になり、過渡期を迎えているので、マイナーチェンジをされるかもしれません。日本の愛称の基盤が盤石になくなった現在、愛称のあり方も変化していく可能性があるんです。いずれ君のことだけをコメントしようと思ったんですが、今後の愛称の り方も気になってしまったんでついコメントし,してしまいました。えー、気分を変えせた方がいらっしゃったらごめんなさい。でもこれが現実ですと。うん はい、えー。よろしくお願いします。カブ君、皆様に私の思いを聞いてもらいたくて、久しぶりに投稿しました。はにゆずるさんのおめでたい報告。えー、ゆずともから連絡が入り、そこで知りました。うん。えー、胸がドキドキしだし、あのあ、眠れなくて朝が来ました、えー。食事が喉を通らず、コーヒーだけでもと口にして、1時間経って胃がひどく痛くなって、えー、しまいました、えー。きっとストレスかな。 うん。と、こんなダメージを受ける自分をびっくりしました。さらに、ゆずくんを10年近く応援をしてきて、いつの間にかいっぱいいっぱい元気や幸せをもらいました。なので、私も羽生え、羽生ファンも、ゆずくんには幸せになってもらいたいと願っていたのに、おめでとうを言えない自分がいて、なんかくいな、なんて醜い心,心なんだろうと、また苦しくて思いっきり泣きました。うん。久しぶりの大泣きでした。え主人が、いや、胃薬を飲んで、気の吸うまで 入って羽生君をまた応援をしてやれよとまたその言葉に大泣き、少し落ち着いて思ったんですが、きっとあの入籍報告の仕方がダメージだったんですね。ゆずくんの言葉ってすごく説得力もあるし、心にいつも響いてすがすしい気持ちにしてくれてたのに、うん、結婚するのにめでたいことだというのに、たった2文字ですよ、入籍、おまけに運び、運びとなりました。うん、ごとみたいに言いない言い方にか思いました。それはないよ。 うん、私はゆずくんが結婚を決めた素晴らしいことなんだから、ゆずくんの喜びの言葉が欲しかったです。ヤマチュアの時、キスクラでゆずくんの嬉しそうな顔が私は大好きで一緒に手を叩いて喜んでいました。なんかコメントはいつものゆずくんではなかった。 うん、なるほど中には奥様とファンのことを思った思いやったコメントで素晴らしいです。人それぞれ受け,方受け取り方ですね。分かってますが、ショックでした私は。今、ギフトにも,にも行けてないですし、やはりいっぱいある羽生結ルさんの写真は今は辛いです。 なるほど。でも、時間が経って、またゆずくんの演技を見たら戻れるでしょう。私はゆずくんの容姿、スケートの生き方が大好きなんです。元気になったらまた応援をさせてもらいます。えー、ごめんなさい。長々とあのなりました。聞いてくださってありがとうございました。早く羽生ロスから皆さんも乗り越えられますようにというこですね。うんえー、そして、プライベートにとやか言わないで応援をするのみですよね。落ち着いて安心して応援できますね、と。うん あ、有効ですね。そして、羽生くんは賢いですよ。あのー、というか、えー、羽生くんの家計がおかないところなんで、えー、結婚をお見合いこうかなと思います。男は、えー、女性がいた方が心が安定します。必要なことだと思います。という子ですね。うん。なるほど。 えー、株君こんばんは、この1年、ゆずくんがプロになってからあの、ゆずくんジェットコーサーに乗って振り落とされないように必死だったのだけど、めちゃくちゃ幸せだった。あの金曜日の夜、えー、明日はお休みの、えー、ANA の、えー、抽選を申し込んだし、おげんさんも予約もしたし、えー、7日にはアイラも来るし、OK、準備万端で、株君テレビにお邪魔しようと、ルンルン気分のところで、えー、突然爆弾投下をされて爆死するところでした。えー、地下まで潜ってしまったんで、現在やっ ととが見えるところまであのああ戻ってきました。うん、今日の日曜だけど、外部研修があって仕事だ行かねばと頑張っていたら、え後輩の男の子が来てえ、来れたんですね。よかった、体調悪いから行けないと連絡いないか心配をしていました。と、ゆずくん大好きな私を心配してくれていました。うん、ありがとうね。明日から通常運転で仕事に戻らなきゃ。えただ、今、ただいま、ただい 今、地上の出口が見てきたんで、もう少しした名シップにおめでとうとかけるのかな、えー、心から入籍おめでとうございますと言えるように頑張ります。株、えー、君祈ってね。うん。ちなみに、絶対ゆずくんファンはやめません。あ、それは羽生選手ってすごい嬉しいことですよね。嬉しいことだと思いますよ。うん。でも結構、あの、あれですね。結構、トンと行っちゃったんだけど、結構、戻るのも早いって言いますからね。なんかそんな感じもしますね。あの、うん。 確かに、あの、おげんさんの話だったりね、ANA の抽選会だったりとか、なんかいろんなことで盛り上がったその瞬間でしたからね。ほんとその次の瞬間っていう感じで、うん。わーってなんでお、羽生お祭り、次の瞬間っていう感じでしたもんね。うん。もうまさにあおりなく、あおりなくそんな感じでしたよね。なんで、なんか、あの、一気にね、ねうん。うん。ジェットコースターもいいところだなって思いましたね。うん。 はい。というわけで、いろんな様々な意見聞いてきました。いや本当にいろんな意見があるなと思いますね。だんだん立ち直って、あの、いけてる人もいるのかなっていうのを、ちょっと今回印象受けました。うん。ね、食事を食べるようにできたりとかね。えー、それから、あの、人によってやっぱ個人差あるなって思,思いましたね。 うん、だけど、ちょっとまだやっぱりつまずいていたりとか、あと、びっくりしたのが、グッズを捨てたっていう人がいたっていうのは、ちょっとびっくりしましたね。でも、これは、羽生君見たら、かなりショック受けると思うんで、ちょっとそれはね、ひどいなって思うんですけども、まあ、中には、あの、言わないと、そういった方もいるんでしょうかね。うん。はい。本当に、そういう感じで。まあ、まあでも、ちょっと希望の光が見えたのかな。でも、まだ早いですよね。うん。なんで、まだ時間は必要なのかなって感じましたね。 うんえー、そういったオーラを、えー、がベルギーにも届いております。はい。